名を成すためには何でもやる覚悟はいる。特殊作戦執行部 SOE との共闘であってもでかいことが起きそうだ。そうだな、デイビスが来てる。レジスタンスからの情報によると V2 ロケットを積んだ列車がアルジャンタンの近くで補給を行う。我々のチームが配置に着く時間は十分にある。阻止するんだ。お前たちがマリニーで示した力をまた見せてもらいたい。光栄ですが、一個招待だけでは荷が重いかと。だから SOE と組ませるんだ。かなり忙しそうだな。心配いらない、そっちの分も残ってる。ビビアンとクローリーはレジスタンスと行動を共にして地理にも詳しい。彼らに従え。マリニーの件は聞いた。見事だ。皆の功績だ。任務を果たしただけだ。あれは素晴らしい成果だった。いいか、これはただの列車じゃない、動く要塞だ。レジスタンスの橋渡し役のルソーが動けないとなると、俺たちだけで何とかする必要がある。マリの運命がかかっているんだ。ベルコロに降下した時を思い出すな。ゲシタポに奇襲をかけた。思い出に浸りすぎだ。あれがターゲットだ。ドイツにもいいところはある。列車は時間通りだ。やたらでかい列車だ。それにあの装甲、装甲列車だ。あの V2 の射程は320キロ。パリも攻撃可能だ。発射場に行かせはしない。前方に動きあり。よし、あいつらを排除する。それを合図に前進するんだ。ダニエルズ、マリニーでは大活躍だったな。火力支援してやれ。よし、進め。全員かがめ。サプレッサーを使え。スナイパーを始末しろ。ナイフを使え、ダニエルズ。よくやった。次は将校だ。さあやれ。将校を撃て。見事だ。ターナ、何人か連れて家の外に回れ。ダニエルズ、クローリと行け。そのまま進め。気をつけろ。いいぞ、行くぞ。スナイパーをやれ、ダニエルズ。静かに、ゆっくり進め。Was ist denn hier los? Das ist fein.
eine neue Aufgabe. そばに近づけば撃たれない。
ダニエルズ、どこにいるんだ。今行く、しっかりしろ。嘘だろ、信じられねえ。生きてるなんてな。こいつは異形だぞ。スタイルズが取ってるといいが。ピアソンがそんなことする暇を与えると思うか。危ない。ついてこい、招待のところへ連れて行く。待てよ、誰だあんたは。友人だ、さあ急いで。救急キットを持ってる。救急キットをくれ。行くぞ。ここにある。この上か。お前の正体はこっちだ。救急キットをくれ。受け取れ。お前の知り合いなんだろ。ああ、ルソーに会ったのか。マキ所属のレジスタンスだ。彼女はドイツ兵を殺した。まず尋問してもよかったんじゃないか。やつらにそんな価値はない。生きてたのか。だいぶ派手にやったな。列車は止める手はずだった。壊すのではなく。計画通りに進まなかったのは悪かったが、おかげで周囲にあるドイツの前哨基地が警戒態勢になったから、さっさと移動するとしよう。いいな。任務を終えるまではダメだ。違うか、少佐。残骸から機密情報を確保する。俺とザスマンはあの列車から生き延びた。そしてタフなフレンチギャルルソーと合流したんだ。彼女はレジスタンスのメンバーで、何かの書類のために俺たちを救い出してくれた。パリでの作戦のためそれが必要だったんだ。俺たちにも仕事をくれた。